はい、朝日の350日目でございます。遠くの方で猫は喧嘩してますね。お分かりいただけるだろうか。仲裁に入った方がいいかな。はい、特に動きなさそうだ。はい、ということでアザラシ農園の方戻ってやっていきましょう。じゃがいもとかがだんだんね大きくなってますね。なってますね。去年はねあっち側に植えてたんだけどね、今年はこっち側です。まあ、こういった作物はね同じところに植え続けるとこうその植物を食べる菌とかがねその土に残ってしまうんでね、なるべく同じ作物を同じ場所に植えなかったりしますけど、ジャガイモそうだったような気がする。こんなところに唐辛子が植えられている。おもむろに、おもむろすぎる。ここに植えてどうするんだって気づいてね。で、茎ブロッコリー、茎ブロッコリー、これなんかいい塩梅だね。茎ブロッコリーね、いい塩梅、いくらでも取れる、食べれる。はい、ジャガイモで普通な信玄が通常伸ばしてましたね。難しいんじゃないかな。人間はまあこうやってね、あの糸で這わせられたらどんどんたくさん取れるでしょうね。はい、ここなんだろうね、なんか豆っぽいけどね。あ、分かってしまった。枝豆って書いてありますね。これ枝豆らしいです。でも枝豆ってこんな頑張ってこうマルチしなくても生えてくるけどね。ただのレビューアーになってる。あっちもなんか枝豆の札が書いてあるけど、これよく見るとこっちねなんか植えられてますね。これなんだろうね、トウモロコシかな。ここナスに植えられてますね。何ナスなんでしょう。庄屋大長と書いてある。こっちはわからん。うん、あれはなんだろうね、かぼちゃかな。葉っぱの大根らしい。という具合で、あと、先週植えたピーマンですね。先週植えた1年越しのピーマンはまあこの硬い木みたいなところからちょろっと葉っぱが出てます。こんな感じになるかね。これからめちゃめちゃこのピーマンができてくると思うとワクワクが止まらんな。はい、てな感じです。アザラシの350日、いやー今年は良い採掘、良いね収穫が上げられそうな感じがするね。まあぼちぼちやっていきます。アザラシの勝手に良くなっていっておりますって感じですね。はい、まあお疲れ様、ほなまた。